パインヘビは、ナミヘビかパインヘビ属に分類されるヘビ。アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ、合衆国フンタンは尖る。フンタンを覆う鱗は大型で、公園が後方へ突出した手幅が横幅の2倍に達する個体もいる。全額版は4枚。上唇を覆う鱗は1枚の耳目に接する。最大全長190センチメートル。 胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の数は27から32。相配出口までの覆面にある幅の広い鱗の数は214から224。背面の体色は黒で、覆面の体色は暗灰色。反紋は不明瞭。最大全長210センチメートル。耐列鱗数は27から31。 腹いた数は218から235。体色は白や紅白色。25から31の黒い反紋が入る。最大全長230センチメートル。体列うろこ数は29から35。腹いた数は205から221。26から29の赤葛色の反紋が入り、上半身では不明瞭。ミトコンドリア d n a の 分子系統学的解析では、族内で最も初期に分化した種だと考えられている。主に松林に生息する地中や他の動物が掘った巣穴に潜ることが多い。植生は動物食で主に小型哺乳類を食べるが、鳥類やその卵も食べる。繁殖形態は乱生。元アッシュは5から7月に1回に7から24個、アッシュ。 フロリダパインヘビは1回に4から8個の卵を数回に分けて産む。卵は約80日で孵化する。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。アッシュ、クロパインヘビを除いて、飼育下で様々な色彩変異個体が品種として固定されており、アッシュ、フロリダパインヘビにおいては、通常色彩の個体を見かけることはほとんどない。大型で活発なため、 飼育にあたっては、大型のケージが必要になる。また自然下では地面に潜るため、厚めに床材を敷いたり、隠れ家等を用意しないと無理に潜ろうとして、壁面の隙間等に粉炭をすりつけ傷つけることがある。ありがとうございます。